はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。えー、京都にお住まいの能楽師、松野博之さんと、私、ドイツに住んでおります、オペラ演出家、スリアンナ奈悦子がお送りする、ノートオペラ対談です。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、8月からね、2ヶ月ぶりに、えっ、ー、と、久しぶりにですね、このノートオペラ対談を撮影しております、第2弾です。今日はですね、あの、特別ゲストといたしまして、えー、まーちゃん えこと、平野正之さんにお越しいただいております。え、どうぞよろしくお願いいたします。ますえ、まー、あ、ちゃんはですね、えー、私の先生なんですよ。で。 あの落読っていうね即読の教室がありましてこの春から実は私その即読の勉強させていただいてるんですけどそこでねあの出会ったんですけれどもあのもうねその即読以外にもあの人生の楽しみ方みたいなそのど,ういうふうにどういうふうに精神的にねあのいたら元気になる。 かっていうことと、そのビジネスをね、あのどういうふうにしたらいいかなんていうことをね、本当に幅広くですね、まー、あ、ちゃんは教えてくださる方なのですが、えー、この私とこの平野さんのね、あーごめんなさい、松野さんの対談にも興味を持っていただいてですね、あのあのの出演したいと言ってくださりましてですね、あの はい、松野さんとひいあの私がやってこの対談はねもうえと2年以上進んでいてもうほぼ200回に に行くところなんですけれども、えー、そう、平野さんは、ま、まあちゃんってを呼んでるんですけど、まあちゃんにね、お越しいただいて、本当に、本当に。あの、感無量でございます。どうも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますめっちゃたま。あの、さっき、えー、もう1回目を取らせてもらった時に、非常に、あの、僕も、あの、平野さんのお仕事やら。やってはることに興味を持ってたんですけれど、あ、その、先ほどの、その、えっ、ー、と、速読っていうのは、オンラインでされてたんですか。うん。 そうですあのこれ、実はです、ねえっと、リアルで、まあ、東京の八王子というところでリアルで八王子をある種盛り上げる的な形で,です、ね、あの速読のインストラクターになるを決めてずっとこうインストラクターになるための勉強をしてたんですね。<laughs> で、2020年の3月25日に本件って受かったんですよ。ははははいはいはい,はい、はい、で、2020年の4月からあの教室をオープンしてさあやるぞとなった時にコロちゃんだったんですよ。はははははい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 、はい で緊急事態宣言4月の19日がオープンだったんですけども緊急事態宣言さなかなのでそこからもリアルは一切やめっていダメでオンラインになったんですよあ<ー>今はまあリアルとオンラインと両方やってるんですけどもこれオンラインでやってたからこそつれちゃんと出会うことができたっていうそんな中になります,す面白いもんですね面白いもんすよねうんあそうなんだ <laughs> 私もねその速読は実はコロナになって で今年の春にあのベッドでででずっと1週間,間で寝てたんですよその時にあの本をあの体が重くて動けないけど本は読めるとか思ってベッドの中で本を読んでてでこう自分でこうなんでこんなに本読むの自分遅いのみたいなのをイライラすると思って <laughs> それでふっとでもうこれはね速読を勉強しなきゃいけないとか思ってそれでねこうインターネットでチャチャチャチ探して落読楽読っていうのはちょっと前から聞いてたんですよ。で でなんか面白そうだなと思ってたけど入るところまでいかなくてでなんかでその久しぶりにそのちゃちゃちゃっとこう見てたらいいなと思ってそれでねそのあの講師の先生方の,そのサイトがあってどこに申し込もうかなと思ったらもう一番にもう本当にすぐにパッてこう平野さんの,そのページがポンって出てきてそれでこうあの 10, 10, 社以上10個以上の会社をやってますって書いてあって面白そうだなな。 <laughs> それでね、<laughs> 連絡させてもらったんですよ。っていうご縁なんですけれども。私はすっかりマーチャン王国の一員でございましてですね。すごい、あのーえー、と勝手な質問なんですけど、はい、その速読っていうのは例えば文語本一冊ぐらいやったら、普通に読んでるよりかどれくらいの速さになるんですかもともとこれ誰しもが持っているんですけども、今よりも2倍から7倍。 1>, 1分間に3500文字ぐらいまでは、<お>どんな人でも元々人間の持ってる能力でなれるっていう感じなんですね。はい,はいはいはい。もともと私は落読のインストラクターになりたいわけではなくて、もともとのね、あの鴨頭さん、って YouTube 講演家の鴨頭さんっていう人から声をかけられて、私は彼と仕事がしたかったんですよ。はいはいはい、はい。仕事がしたい彼からオファーをいただいたんで、もうすぐやりますって言ったら、速読のインストラクターだったんですね。で、その当時、私は本を2ページをまずに寝ちゃう人だったんです。<laughs> でもね、 今はですね、1冊の本がですね、たった1時間ちょっとぐらいで読めるんだったんですよ。お<ー>で、もともと私、もうただただお恥ずかしい話なんですけど、20歳ぐらいまで本読んだことないんですよ。ほ漫画もあの字も読まずに、あの絵で勝手に物語をイメージしてやっちゃうようなくらい、まあ、活字から縁がなかった私が、今、こう、本が早く読めるようになったっていうところで、誰でもなりますみたいなところなので。 確かに僕、昔結構本読んでた時代、時期があってで、その時ってやっぱり読めば読むほど早くなっていってる感覚はあったんですよね。それをなんか言うと、形にしてやり方みたいなものを学ぶっていう感じですかね。えっと、そうですね。これ実はですね、脳トレなんですねはは。もともと日本っていうのは音読といいまして、1文字1文字読むっていうようなですね、左脳の 脳みそを使った読み方を学校で教えてもらうんですけれども、やっぱりこう、左脳で読むイコール声を出すか声を出さないかなんですけど、読むなので、読める以上のスピードにはならないんですね。でも、私たちが提唱している落読っていうのは、見て思い出すっていうですね、右脳を使ったトレーニングなんですね。まあ、フォトリーディングだとか、斜め読みだとか、そういったものが全部右脳を使った方の読み方だとは思うんですけども、これって目が早く動けば動くだけ。 本を読むスピードが上がるっていうことなんですね、原理原則は。これ、声に出さなくても、読むだとあの、読めるスピード以上はならないんですけども。なので、えっと、完全にですねあのの、読み方を変える形のトレーニング形式の速読教室になってます。のあの、ちょっと、込み入った話になりますけど、僕ら、歌いを覚えなきゃいけないんですけど、それに、あの、今、聞いてるとめっちゃ役立ちそうな気がしたんですけど、 あの実はですねあの、まあ、脳みそってすごく面白いいい効果がありまして、うん、脳の反過作用という効果がありましてね、私たちの脳みそっていうのは、何か一つでもいいから、能力がドカンと上がると、ですねそれにつられて、理解力だったり、記憶力だったり、感性だったり、思考力だったりが、もうハンカチをね、1点をぶって持ち上げたら、全体が上がるかのように、上がるというふうな、ねうん、機能を持ってるんですよ。 なので私は落読のインストラクターになって目を早く動かすことがとにかく速くなった瞬間ですね理解力と記憶力がめちゃくちゃ上がったんですねあ<ー>で営業成績もさらに上がったんですよはい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 いやあの僕らは、まあ、あの歌い本で覚えるんですけれどもその何て言いますかね周りの景色みたいなのが、はい、見えた瞬間にバ,バババババって覚えられるんですよ であの、周りの景色が見えずに文字を追ってる段階で、何本やっても覚えられなんかそれにちょっと、なんかあの、近いって言ったら変ですけれど、そういうふうなものかなと僕、今、理解してんですけれどそうですね。多分つりえちゃんがいるから、つりえちゃん、この感覚かと思うんですけども、なんか見て、英語をまず話すときに、日本語から英語にして、 英語で聞いたものを日本語にしてってこう何回かこう通訳、トランスレーションするじゃないですか。でも英、英語が語が喋れるときって英語から英語じゃないですか。うん、それと同じように、私もあの20年ぐらい前にイギリスに留学したことがあるんですけども、ずっと英語を日本語にして日本、ね、英語から日本語にやってたものが、英語から英語になった瞬間にばって道が開けた感覚なんですけど、そ,それが多分今、増野さんの言ってる感覚で、なんかある日突然読めたみたいな。 見えたみたいなの感覚があってこれが、まあ、あの1回が45分間のトレーニングなんですけど5の倍数ごとに多分なんとなく感じられる感覚だと思います5回目のレッスンの時になんとなく分かって10回目の時にちょっとあーってなってで15回目の時にものにするみたいなだからんかそんな感覚だと思いますそれちょっと参加したいですね <laughs> <laughs> ぜひぜひなんか体験をやっていただいて 体験したいです。あの <laughs> 面白いんです。これってノートレイなので、あの速読教室なんで本を早く読むレッスンをするしがちなんですよ。一切しないんですよ。<笑><笑>要はただただなんかね楽しんでたら本が早く読めちゃうみたいな感覚なんですね。はいはい、なのであのー、要は10分間の見る眺めるって4つのことをね同時並行処理でやっていく。 これ、多分これつれちゃん多分特殊能力を持ってるから逆になんかつれちゃんはちょっとあれだったんですけどこれあの、文字を眺めながら音楽、音を聞きながら話しながらたまに私がこうやって大きく手を振ったときだけ周辺視野を感じてもらうってうこれ、前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉ってこの4つの脳みそを同時に刺激してシナプスをつなげるっていうトレーニングなんですけどこの時に ネバーならないの左脳がお休みになってですね、何々したいっていう右脳全開に開くんですね。この時に多分脳をやられてる方だとか、オペラの方もそうなんですけど、クリエイティブな方はなんかドカンとこう、なんて言うんですかね、リミッターが外れると言いますか。へ<ー>あこんなこと言っちゃったみたいな。<笑><笑>実際、鶴さんはどうなんですかえっとね、実はね、あのー、私は、 えと楽しかったんですけど、レッスンは楽しいんですけど、私はちょっと今、お休みさせていただいてます、実は。<laughs> あのね、うーん、向いてる人と向いてない人がいるのかもしれないんだけども、あのね、落読でその聞いてるおおお音楽があるんですよ、脳みそのを取る刺激するための音があるんだけど、それがね、あのね、なんかね、ロン,ロンドンなまにというか、なんかその、ど英語なんですよ。 でなんかね聞こえちゃうの3倍速なんだけど私なんかあじゅだっとかなんかレッツゴーへって何かこう全部聞こえてくるんですよ <laughs> それでねんか話してるよなとか言ったそれが気になっちゃってね <laughs> なんか私はちょっとだめだったただその面白いですよ楽しい楽しいあのすごい、うん、集まっていらっしゃる皆さんもすごいいろんな方がいてあのすごい楽しいのでぜひおすすめしますうん あのイギリス英語の3倍速をかけるんですね。で、これはやっぱり自分の脳の回転数を上げるっていう目的から、この速調っていうのをやってるんですけど、私たち人間って内側から脳の高速回転を始めるってことはできないんですね。脳みそって外からの刺激にしか反応しないので、うん、その時にあにア,アメリカの英語ですと、周波数が日本語と被っちゃうからダメだと。 イギリス、英語は周波数が被らないからいいと、それで言って、2倍速ぐらいだと分かっちゃう人がいるから、3倍速にしてるんですけど、つれちゃんはね、3倍速でも分かっちゃったんですよ。例えば、僕らの, <laughs> あの歌いとかを3倍速で流すとどうなるんですかね。<laughs> いやそれはですね多分日本語の周波数で同じ周波数なので脳にはね変な刺激にはならないんですね。<ー>わかりやすくと普段聞かないような周波数の音がずーっとなんかウィーンみたいな超音波が鳴ってるような感じでこれを勝手に脳みそが自動的に理解しようとするっていうところで脳の高速回転が始まるっていう作用がある <laughs> あれですよ、僕らの歌い、辻さん全く理解できないですよね。 そう私はね、お能が全然理解できない。全くもう何もかはもうすらわからないという感じなんですけど、<laughs> その西洋,西洋の,中の言語に関して、周波数というのはすごいわかるんですよ。私はね アメリカ英語も周波数がちょっと日本語と違うなっていう感覚は私にはあって、最初、アメリカに高校生の時に交換留学生で言ってたことがあるんですけど、全く入ってこなかったんですよ、本当に。で、もうずっと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 英語のシャワーひたすら浴び続けるた瞬。で、なんか2週間ぐらいに突然、パンってこう、あ聞こえるようになったっていう瞬間があってあ、周波数はまったなっていう感覚があって、それがボーンって入ってくるんですよ。それがね、そのドイツ語もそうだし、フランス語もそうだし、結構あるんですよね。 で私その周波、そういうたんびにあもうドイツ語を入れなきゃダメだめだという時はもう24時間ずっとラジオをかけっぱなしでずっと家で生活してるみたいにして周波数が脳みそに入るまでやるということを言語を勉強するためにそういうのをしているので多分その自分の中にも周波数がもういくつかあるんですよ。だだかかららその,その あのブリティッシュ・イングリッシュは結構、普通にてきちゃうっていうかそう、そんなもので、おノートかかけられてたら逆に多分ね、<laughs> わかあのその下 <laughs> のおが発生がしたかもしれない。普通に言ったはでも、のおとかかけた方が良かったんだと思うんですよ。<laughs> 脳全然わかんないですよね、<laughs> 私ね。脳を聞いてもわかんなくて、<う>日本語訳になって、のも、さらにそこからもう一度、松野さんの通訳を入れないと。<laughs> そうそうそう。現在語訳ですらわかんない <laughs>。ほんまになんか理解してもらえなかった記憶があります。<laughs> これ何語ですかっていう勢いです <laughs> <laughs>、えー。え <laughs> うん。そう。なんか一節歌いましょうか、そしたら。うん、お願いします、お願いします。 じゃあね、えっ、ー、とねまあさーっと歌えるような感じでえー、そうですね「もののふの吉もにいるよ月弓の吉しもにいるよ月弓の元の海の頃ろもとここに」 きゅせんの道は迷わぬに迷いけるぞよ。生じの海山を離れやらで帰るよしいのを恨めしやこんな感じです

ヤシモにいるや月キの元のを見ながらまたここにきゅせんだ道を迷わぬに迷ういけるぞや生じぬ海山を離なやあらべ帰るヤシモの恨みようらしや今のところを 倍速ぐらいで歌ったんですけど。逆にゆっくりしたらどうなんですか二分の一ぐらいのスピードで。も <laughs> ののふのよしもにいるよつきゆみのよしもにいるよつきゆみの 元の身ながらもとここに来るせんの道をも泳い です,かね、すごい。でも、ゆっくりな方が聞きにくいかもしれないあの。その言葉としては入りにくいので、すごい集中力をこう要求されるというか。それはつさんだけではなくって。私は一番初めのが一番聞き取りにくくて、二倍速とゆっくりな方が分かりやすかった。これただもしかして私、速調を聞きすぎてるか,らかもしれないですね。 あの今ドラマも全部2倍、あのボーイシーとかも,もう最低1.5でいけるところは2で聞いてるんですけども、できすぎちゃうのが聞けなくなんか今すごい発見でした、私。ゆっくりっていうのもまた刺激になるんですかね。<laughs> いやあのー 周波数で聞いたことがない音イコール脳が何か危機を感じてなんだなんだこれはってこう,多分こういう解釈だと思いますのでまあゆっくりでも早くってもその安心だと多分高速回転にはならないんじゃないかなって思います。ちょっとあのそれは感覚でお伝えしてますけどなんか聞いたことがない音とかなんか嗅いだことがない匂いだと急になんか脳がパニックでなんだなんだこの匂いはみたいな。 あの,あの感覚感じゃないかなと思ってますね。聞いたことのない周波数。はい、なるほど。<laughs> それで頭を刺激する感じですよね。そうですねやっぱ脳は刺激外からのことで刺激からしか反応しないのででもつれちゃんはその周波数があったって言って語学を勉強されてるから。 多分それは無理ですわって感じですね。何個も周波数持ってるわけですもんねだ。ヨーロッパ言語は多分結構に近いところにもあるのかなっていう気がするんですけど、ペルシャ語とか、はい、あっち系だったらもしかしたらわかんないかっ。っていう感じですよね。<laughs> ペルシャ語の3倍速の特徴がないんじゃないかみたいな。<laughs> でも最近 YouTube とかで、ねまあ、どしゃあ聞,こ聞こえて。 聞こえてきたりとか結構するので、そういうのは早くすることは結構できますよね。まあ、自分でそれを家でやってればいいんだ。そしたらもっと頭が良くなるかもしれない。<笑><笑>頭の回転はでもね、本当、どん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 ん速くなると思いますよ。うん、それはなんかね、すごい実感しました。で、松野さん、でも落読ってあの、えー、と参加される方がですね、ツレちゃんみたいな方の方が実は少なくってですね。 あの自分に自信がない方が結構来るんですよ。全く自分に持って自信がないので、せめて本ぐらいは早く読めたいみたいな方が結構いらっしゃるんですね。で、落読っていう即読教室は、毎回読める文字数を計測するので、はい、毎回読める文字数が増えていくことによって自信がつくんですね。そうすると、本を読むのが遅いって思い込んでた、マイナスの思い込みをしてた方が、 トレーニングを重ねることによって、あれもしかしたら本が早く読めるようになるかもって変わる瞬間があるんですよ。はい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 。でこのかもになってくると、その方は速読だけではなくって、プライベートでもチャレンジしたんですよね。ああ、うん、なるほどなるほど。はい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 。 これはのダイエットとすごく似てるっては似てるんですけども、ダイエットって毎回体重が減っていたらほとんどの方がやめずに続けるんですけども、ダイエットってかるある一定のところに必ず停滞期があって、下手したら何で上がっちゃうのみたいなところから、ね、断念されるんですけども、落読は基本的には毎回読める文字数が増えてくるので、自分に自信をつけるための自己啓発というか、の見える化ができる夢ではすごくね、 効果絶大というか、効果が見える自己啓発だから面白いんいですよ、ね。そういうのってやっぱり今の人が求めてはる感じですかねと思います。あ,のやっぱりあとはですね、なんか自分らしくっていうのが結構こう今の世の中のキーワード、これコロナになってやっぱりこう世の中のこう情報に振り回されたりですとか、まあ、自分軸とか他人軸みたいな、ね、言葉も出てるんですけども、やっぱり今の幸せが全然不幸せじゃないですと。幸せなんですと。 なんですけど、なんかちょっと違うって、特にこれ女性の方が感じる感覚なんですけど、なんか違うっていう、このなんか違うを整えにくるというか、見つけにくるのに、落読の,あの受講される方がめちゃくちゃ多いですね。あ なんかすごくいい今その世界の変わり目なのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、そういうふうにこうまあいろんなきっかけで、まあ、この2年間、まあ、いろんなことがあって、まあ、私たちいろいろこう精神的にもすごい揺さぶられていて、まあ、それぞれいろんなことでね多分引っかかって揺さぶられてるとは思うんですけど先生その何かあれ で今まででこれ良かかったのかな何かこうやっぱり今までのことをゼロにするっていうか見直すっていうきっかけに今いろんな人たちが今なっているのかなっていうふうに思っていてすごくいいことなのかなと思いますよ、ね。でかそれが断捨離という形で現れている人もいるしそういうふうにこう落読みたいな形で自分を自信を取り戻すっていう方向にする方もいるしいろんなチャレンジをされる いろんな方法があっていいと思うんですけど、すごくなんかこう、今、すごくこう、変わり目だなっていうふうに思ってて、あのそのね、まー、あ、ちゃんがそれを本当にこう、今、その一番必要な人たちがいるところにサポートに入ってるっていう感じなんですよ、こう、それがすごいなと思って。だからなんか、その、<laughs> それがなんか、うん、僕らにもなんかそういうふうなことができたらいいなと思いますね。 おのおの世界もね、今変わりたいって言って、松野さんはすごく変えようっていう確信派の方でいらっしゃると思うんですけど、ねうん、うんそうですね私はあの落読をやっていなかったら、絶対つりえちゃんと出会ってないんですね。当たり前のこと言いますけど、つりえちゃんと出会ってなかったら、多分一生私、オペラなんて、なんつうか、接点がないんですよ。 で、はめましての時に、オペラ演出家って言われた時に、意味が分からなかったんですね。<laughs> <laughs> そんな演出家いらっしゃるんですかって言ったら、そもそも日本にはそういう学校がないみたいなところから、まあ、つりえちゃんとつながって、今回つりえちゃんとつながらしていただいたことで、松野さんとつながって、多分私も多分ん、能をね、なんていうんですか、こう身近に感じるってことは、普通にこう生活してる中ではおそらくなかったんですよね。で、これって、やっぱオンラインの世界になって、 本当に私はこの Zoom とかあのストリームヤードとかっていうのはあの、どこでもドアだと思ってるんですけども、まさにこう、D、DX、デジタルトランスフォーメーションをやってる方と、そうでない方で、やっぱそうでない方が悪いって言ってるわけではなくて、でもこんだけこう IT のツールがこんな安価に使える世の中になったときに、例えば脳の部分をもっともっと発信するだとか、オペラの部分をもっと発信するだとか、なんかこう身近にですね、 あの例えば能の、例えば能を見に行くっていうと、まずそもそもどこで見れるんですかみたいなとこから始まりまして、そこの場所をやってるとか分かったとしても、え行っていいんですかみたいなところがやっぱあるんですね、オペラも絶対一緒で、いや、じゃあつりっちゃんがここでおばあちゃんやってるから来てよって言われても、行っていいのかなってすごい思うんですよ。うん それがなんか目に見えないこうやってる側の人たちとそうでない方のこうすごくこう距離感のある壁みたいなところがある種このオンラインの世界によってこうプチ体験会じゃないですけどもあっなるほどなるほどそうなってるのそれで私はつれちゃんにあの私がやったリターンあえー、とクラウドファンディングでそのオペラのですね解説をしてっていうリターンを出してって言ったら出してくれて。うん オペラをただ見ただけじゃわかんないので、その解説してくれるっていうのがいいなと思っていて。うん それでその,そのそういう解説を入れながらみんなでオペラ見れるのとかやったらどうなのっていうふうに言ってくださったんですよ。であ,のあれはどうと思ってその企画を一回させていただいて「魔的」あのマテキっていうオペラをねあのぶつづけでみんなで見ながら説明をこう解説してるっていうのをやったんですけどあの、ね、来てくださった方が本当にこうオペラ素人の方からあの実はもう音大とかで勉強,勉強してますっていう人まで来てくださったんです あったんですけど本当にちゃんとこうもうオペラ歌手としてやってる人でもいやこんなとこ細かいことまで聞けて本当に勉強になりましたって言ってくれてです、ね、私はあこんな私のこんな解説で、まあ、でも解説いろいろこう技術的なこととか衣装のこととか照明がこういう風になってますよとか、まあ、お話のこととかセリフのこととかドイツ語のこととか、まあ、いろいろこう混ぜながら話してたんですけど、あのー、それがね面白かったって言ってくださって自分もすごい自信になったっていうかこういうことが普通の人知りたいのね っていうそのなんかこう、こっち側の作り手だけの感覚でいるんじゃなくて、その,その受け取り手側がどういうものが欲しいのかっていうのをこうみ見るその目線をね、あの、まー、あ、ちゃんっていうのは非常にそういう両方からこう見れる方なので、すごいねあの、そういう意見が非常に勉強になるんですけど、松野さんもね、なんかぜひ聞いて,て。それやりたいですね。うん。 そそうですそうででですなんかです、ねはい、やっぱあの全く分からずに行くよりかはやっぱりこうね好きなアーティストのコンサートで1曲も知ってる曲がなくコンサート行くのと曲を知っていくのって全然盛り上がり方が違うワクワク度が違うのでそういった意味で言うとその脳の見方初級編みたいなであの小学生でもわかる脳教室みたいな形で脳を解説していただくことによってあ なの先ほどね、もうなんか幽霊の、ね、話が多いなんていうのも、今日,今日知った話で、あそうなんだってで、で、私はまたドヤ顔で、のってしてたって、幽霊の話いっぱい出るんだよって、アウトプットするんですけど、なんかね、こういう,こう、なんか,なんか、ね、この部分だけ解説しますみたいな形の、こうショート、なんか解説的な形で、それを聞いて、アウトプット、ワンア,アウトプットしていくみたいな形にすると、えー、結構、文化の交流ができたりですとか。 それ楽しそうですね。それはちょっとやりたいですね。うん、まずね,小学,校とかね小学校とかでも教えに行ってらっしゃいますもんね。まあただ、なんてますかやっぱりそれはあのある意味僕が動いてる状態なんで、うん、でそれをこの動画であの解説だけに特化すると言ったら役者の心持ちみたいなもんも説明できるんですよね。今 こういうふうにあの目線の先にこういう景色を見ていますとかね実はこの時あのめっちゃしんどいんですとかっていうのもあるでしょっていうこれ多分教育の時短になると思うんですよね。なのでなんかそういったものがやっぱり私はどちらかちょっと見せる側よりも見る側の視点なので。うん テキストからではない方向で教育というか、その勉強するっていう感じですもんね。あのー、今、うちの子が中3と4年生なんですけど、もうね、学校が辞書買えっていうから買ってますけど、辞書なんか開いてると一回も見たことないですから、小学校4年生は、YouTube で、マインクラフトっていうゲームのですね、なんかモッドっていう、全然分かんないんですけど、要は、 YouTube で英語のサイトを見て、もう画面だけ同じだからって言って、見よう前で英語分からずにやって作るんで。ああああやっぱああ動画からなんですよね、今のって。そのテキストからではなくて。そうですね、感覚が先にあって。はい。ですよね。なので。面白いな。<laughs> <laughs> あれですよね、この子<う>とかだとこうその面をかぶっていると、実はこう歩いているけど、ほんの今この橋だしか見えてませんとか、そういうことって結構あるんですよね。そうですそう、この間のね、陽気日を待ったときなんかは、うん、表の付き方なんですけれど、うん、いつもは大体客席といったら5、6列目の人が見えているんですよね。うんうん、でそうするとねあの、ある程度の距離があるので、この人なんがなんとなく僕を見てくれているっていう感覚でいれるんですよ。うん、で、今回ね、 こう結構下向きにつ,ついてたんで、一列目がガンビだったんですよ。<ー>ね、一列目の人って近いですやんか。うん、だから僕もその一列目の人を見てるんですよね。うん、でその人らがみんな僕の足元を見てるんですよ。うんうん、だからめっちゃ足を出す時にこうきれいに、きれいに <laughs> ってこう意識したりとかね。<laughs> <laughs> そういうことを、そんな話もしながらできるんですもんね。うんうん そうです、そうです。極端なのは、えっと、CG じゃないカメラで私の視点ではこんぐらいしか見えてなせませんよっていうと、なんかビル側がまた面白くなったりだとすると、もう5、6目ぐらいが一番いいんだなとか、れよりもみたいな、なんかどこの座席が価値があるかっていうのまた見方変わるじゃないですか。うん、そうですね。面白いな、なんか。うんいいね、ちょっとやりたいですね。うん そんな話、またじゃ次回の動画で、ね、続きでお話しでいきたらと思います。はいはい、今日は、ね、どうもありがとうございました。まー、あ、ちゃん、まーわりどうもありがとうございました。失礼します。